サントス・ラシアルは、アルゼンチンのプロボクサー。コルドバ州出身。世界2階級制覇者。1976年12月3日、アルゼンチンでプロデビュー。1981年3月28日、51戦目で世界王座に初挑戦。WBA 世界フライ級王者、ピーター・マセブラに挑戦し、7回 TKO 勝ちで王座を獲得した。 1八十一年六月六日、初防衛戦でルイス・イバラと対戦し、零から三の判定負けで王座から陥落した。1982年5月1八十二年五月一日、WBA 世界フライ級王者ファンエレラに挑戦し、十三回 TKO 勝ちで王座に返り咲いた。1八十二年八月十四日、王座防衛戦でベツリオ・ゴンザレスと対戦し、二から一の 判定勝ちで、初防衛に成功した。1983年5月5日、王座防衛戦で、ホズミ周一と対戦し、2回に3度のダウンを奪いこ、勝ちで4度目の防衛に成功した。同王座はその後も、新気象、プルデンシオカルドナ、イラリオサパタなどを相手に、軽級度の防衛に成功。その後、階級を上げるために返上した。 1986年8月30日、WBC 世界スーパーフライ級王者、ヒルベルト・ローマンに挑戦し、1から1の判定ドローで王座獲得ならず、1987年5月16日、ローマンに再挑戦し、11回 TKO 勝ちで2回級制覇に成功した。1987年8月8日、初防衛戦で、 シュガーベビー・ロハスと対戦し、0から3の判定負けで王座から陥落した。九百八十八年十月八日、WBC 世界スーパーフライ級挑戦者決定戦でファンカラーソと対戦し、一から二の判定負けを喫した。九百八十九年九月十二日、WBC 世界スーパーフライ級王者に返り咲いたヒルベル・トローマンと対戦し、0から3の 判定負けで王座帰り咲きならず、ローマンとの対戦成績は一勝一敗一分けとなった。1990年12月21日、後の WBA 世界フライ級王者、ウーゴソトと対戦し、0から3の判定負け。この試合を最後に引退した。ありがとうございます。